こんにちは、ブルーホースです。ハーバード心理学4日目に入っていきました。今日も張り切ってワークやっていきましょう。はい、ということで本日は1月の4日になりました。で、今日のテーマはですね、こんな感じですね。バンプということで、仕事への考え方を変えましょうというものです。で、おそらく多くの人がですね、まあ、明日から仕事という方が多いと思うんですよね。で、まあ、年末年始リフレッシュはしたものの、明日から仕事か、やだなって思う人、まあ、多分たくさんいるかと思うんですよね。はい。で、そんな中で、まあ、仕事のスタートアップこそやっぱり前向きになっていくために、この動画っていうのがヒントきっかけになれば嬉しいかなというふうに思います。はい、ということで、まあ、これはですね、とある論文ですねを紹介をしていくんですけれども、この仕事と遊びの最適体験という論文の中ではこんな感じですね。人は仕事よりも遊びを好む。これめちゃめちゃわかりますよね。もう僕もその通りです。もうできることなら遊んで暮らしたいなって思うのがおそらく圧倒的多数の賛成意見ちゃうかなっていうふうに思うんですよね。まあ、ところが一方でこんなこともあるんですよ。人は遊びを好むにもかかわらず、フローを体験するのは実は仕事が多いっていう話なんですよね。うん、じゃあフローって一体何っていうと、こちらですね、スポーツでいうところのゾーンに入ると、うん、だから例えばバスケットボールなんかでゾーンに入ったって言ったら1人で30点40点取るとか、サッカーならハットトリックを取るとかですね、そんな感じのイメージです。で、その行為に完全に没頭して最高の結果を出して、で、心から楽しんでいるこの3つの状態っていうのがフロー、スポーツでいうゾーンっていう話なんですね。で、これに関しては遊びは確かに没頭はできるし、それから心から楽しんでいる人っていうのは、まあ、圧倒的多いと思うんですよ。ところが、じゃあ結果って何って思うんですよね。遊びで結果を得るって一体何っていうふうに思うんですよ。まあ、確かにね、なんだろうね、遊びでそのボーリングに行くとかだったら、ね、あのスコアで180出したとか、それからカラオケに行くとかだったら90点出したとかって、そういう結果は得られますけど、それってその人間が充実感を味わう結果とかまた別の話になりますよね。ということなので、こういった偏見、仕事は辛いものですよ、それから遊びは楽しいものですよっていうのは、これは実は偏見なんだと。で、仕事で成果を出したり、それからいい人と巡り合ったとしても、そもそも仕事が辛いものだ、辛い体験だっていうふうに認識してしまっているから、いつまでたっても仕事が楽しむことができないんですよっていうことなんですね。であれば、幸福度っていうものをそもそも高めていくためには、仕事へのものの見方っていうのを変えていく必要があるという話なんですね。ですから、仕事の楽しさに気づきましょうと。そもそも仕事っていうのは楽しくできているんですよっていうことなんですね。仕事って楽しいの？いや、もうクライアントから文句たくさん言われるし、上司から詰められるし、後輩からは下からバツンツンツンとされるし、もう辛いことだっただらけですわっていう話だとしたら、もしも、ね、仕事が楽しいと思うことができていないのであれば、皆さんの周りにいる自分の職場の仕事を楽しんでいる人を見つけましょうということです。で、その人はなんで仕事を楽しんでいるのかなっていうことをぜひ観察してみてくださいというのが今回のワークになります。つまり、仕事が今楽しいなと思えていない人は、その仕事をどこに楽しみ差があるかな、楽しみがあるかなと、自分が成長できるポイントとか、それから喜びを感じるポイントは一体どこかなと、で、それを自分の持っている仕事の中で探すことが難しいということであれば、周りで楽しんでいる人を見つけましょうっていうのが、今回のワークになってきます。ちなみに、よいしょ、心理学者が言うには、これはかなりですね、皆さんにとって必要な確認になってくるかなっていうふうに思うんですけど、もう自分のためにやりましょうっていうことなんですね、仕事。はい。確かにですよ、理念、何のために働くのかとか、社訓、働く時の心構えとか、それから方針、働く方向性とか、お客様や一緒に働く仲間のためにやりなさいとか、社会のために働きなさいとかって、いろんなところで言われていると思います。それは確かに大事かもしれません。ところがですよ、でもそうは言ってもちょっと見にくいですね、働いているあなた自身が幸せでなければ働く意味なんてないんですよ、そもそも。だから
からあなたがあなたのために仕事をするなら何だって夢中になれるはずなんですよね。例えば遊びってどうです？皆さん自身が夢中になって遊ぶからこそ楽しいとか幸せって思うじゃないですか。それを仕事に当てはめて考えてみましょうということなんです。だからあなたが夢中になれる仕事は何？仕事の業務の中でどれだったら夢中になって幸せだな、楽しいな、成長を感じられるなっていうものがありますかっていうことをぜひ探ってみていただけたらと思います。なので改めて復習をしていくと、仕事であなたが夢中になれるとか楽しいなって思うポイントをぜひ探してみてください。で、自分が一人で抱えている仕事業務の中でそれを見つけ出すのが難しいなという場合は、周りでそうやって夢中になっている人とか楽しんでいる人っていうのを探して、その人を観察してみてください。これが明日5日目からのワークとして取り組んでみてやっていただけたらいいかなというふうに思います。ということで、最後にこの動画が役に立ったなとか面白かったなっていう方はぜひチャンネル登録ボタンとそれからグッドボタン押していただけると嬉しいです。よろしくお願いします。ということで本日の動画以上となります。次回の動画でもまたお会いいたしましょう。最後までご視聴ありがとうございました。お疲れ様でした。さよなら、バイバイ。本日も動画を最後までご視聴いただきましてありがとうございました。この動画が面白かったな、役に立ったなという方はですね、ぜひグッドボタンとそれから下のチャンネル登録ボタンもお願いします。それから皆さんの強みを引き出したりとか、あるいは伸ばしていく、そんなですねコーチングもやっています。興味のある方、セッションを受けてみたいという方はコメント欄もしくは Twitter の DM からお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。さよなら、バイバイ。